皆さんこんにちは、未来です。皆さんは清水建設が開発した新技術ザックコートをご存知でしょうか？世界的に二酸化炭素の排出削減が叫ばれる中で、さまざまなテクノロジーの開発やカーボンニュートラルを達成するための取り組みが行われています。その波は実は建設業界にも訪れています。今回紹介する新技術ザックコートは、日本の大手ゼネコンである清水建設が開発した新しいコンクリートです。建設資材にこのザックコートを用いることで環境対策を進めようという取り組みです。今回は新技術ザックコートにフォーカスしていきます。日本が開発した CO2 を吸収する新技術ザックコート。北海道大学と清水建設は2022年5月30日、季節のコンクリート構造物を利用して大気から CO2 の吸収を促進する CO2 固定化技術 DAC ダイレクトエアキャプチャーコートを開発したと発表しました。建設業界に欠かせないコンクリートですが、その原料はセメントと水と骨材です。セメントは灰色の粉末で、主成分は石灰石や粘土を含んだ岩石を燃やして得られるクリン化です。この製造過程では石灰石中の炭酸カルシウムの脱炭酸による二酸化炭素排出が避けられず、二酸化炭素排出量がどうしても高くなる宿命にあります。さらに高温での処理が必要となるため、釜を高温にするために燃料が燃やされており、結果として大量の二酸化炭素を排出しながら生産されているのです。そこで建設業界では環境対策として、セメントの使用量削減や原材料へ二酸化炭素固定化など、生産段階における対策に主眼が置かれています。しかし今回紹介するザックコートは観点が全く異なり、既存の建造物のコンクリート内部に二酸化炭素を固定化するという考えのもとに研究開発が行われているのです。ダックコートって何？ダックコートはコンクリートの表層に塗布した岩芯材を介して、コンクリート構造物に大気中の CO2 を吸収固定化させるものです。つまり塗布するだけで大気中の二酸化炭素を吸収するというものです。吸収剤の主成分は水素と窒素からなるアミン化合物で、そもそもコンクリートには二酸化炭素の吸収効果がありますが、ダックコートによってその効果を 1.5 倍にできるとしています。吸収した二酸化炭素とコンクリート中の水酸化カルシウムが反応し、炭酸カルシウムとして二酸化炭素を固定する仕組みです。ダックコートはその効果を促進するテクノロジーといえます。北海道大学と清水建設は今回開発したダックコートの実用化を2026年頃と設定しているそうです。北海道大学大学院工学研究員の瀬戸口剛教授は次のようにコメントしています。コンクリートの生産段階で二酸化炭素を固定するなど、新設構造物を対象とした技術は今までもあった。対してダックコートは季節の構造物に適用できる画期的な技術だ。ダックコートは何がすごいの？それではダックコートのすごいところをお話ししていきます。まずは既存のコンクリートに塗布するだけで二酸化炭素を吸収するという点です。ダックコートは既存のコンクリートに塗布するだけで二酸化炭素を回収します。一般のコンクリートが固定する二酸化炭素は1立方メートルあたり 18kg ですが、ダックコートを施したコンクリートは1立方メートルあたり27から 36kg の二酸化炭素を回収するとされます。日本国内におけるコンクリート構造物は約300億トンと推計されており、仮にこの約300億トンのコンクリート構造物の露出部全体にこのダックコートを適用した時の二酸化炭素の吸収ポテンシャルは3億トン以上に及ぶそうです。また構造物の解体後に残るコンクリート殻への二酸化炭素固定という利点も期待できます。次に二酸化炭素を回収しつつ
デメリットであるコンクリートの劣化を防ぐという点です。一般的にコンクリートに二酸化炭素を固定化すると部材の中性化を招き鉄筋が腐食するリスクが生じます。しかしアミン化合物の防食作用により鉄筋の腐食速度を50分の1に抑制することでコンクリートの寿命を損なうことなく二酸化炭素の回収が可能なのです。さらに塩分に対する耐性も向上されており、塩分付着を阻害し一般のコンクリートと比べて約 1.5 倍の塩分濃度まで耐食性を維持します。結果としてコンクリートの耐腐食性を高め高寿命化にも貢献します。最後にコスト面、メンテナンス面で優れるという点です。気になるコスト面ですが、今回開発した顔真剤は試薬段階であるものの、シラン系やフッ素系といった一般的な顔真剤とほぼ同等のコストで生産できるそうです。しかも10年に一度顔真剤を塗るだけで効果が得られるというお手軽さです。すでに完成している構造物の露出部のコンクリートに塗布するだけですので、それほど大きな作業ではありません。このようにコンクリートで二酸化炭素の回収を行い、しかも長寿命化にも寄与するという夢のテクノロジーなのです。2028年に5500億円市場になる。世界的に人口増加に伴って建設需要は伸びていくことが予想されています。レポートオーシャンの最新調査によると、世界のコンクリート補修モルタル市場規模は2028年までに約5500億円の市場規模になると予測されます。環境問題への関心の高まりや老朽化したインフラの維持管理への投資の増加は市場の成長要因となりそうです。特にアジア太平洋地域の新興国で建設産業が成長していることもコンクリート補修モルタルの市場成長を後押ししています。日本では高度経済成長期に建設された建造物はそろそろ耐久限界を迎えており、建て直すかあるいは補修するかという選択肢が目に入る段階です。それだけに今後もコンクリートが使われる局面は非常に多そうです。ダックコートとカーボンクレジット。ダックコートではカーボンクレジットの導入も検討されています。カーボンクレジットは企業が森林の保護や植林、省エネルギー機器導入などを行うことで生まれた温室効果ガスの削減効果をクレジットとして発行し、それを他の企業などとの間で取引できるようにする仕組みです。例えばなかなか業種的に温室効果ガスの削減が進まない企業が、温室効果ガスの削減に成功した企業からカーボンクレジットを買い取るといった形です。もちろん意見としてお金で環境対策を買うのかという意見もありますが、一方では環境対策を頑張っている企業にお金が回るという仕組みでもあります。そのため社会全体として温室効果ガスの削減が進むという効果が期待されているのです。欧米企業を中心にカーボンクレジットの需要は増加傾向にあり、活発に利用されています。日本でも企業間で活用の動きが広がり、2013年にはカーボンクレジットを国が認証する J クレジット制度がスタートしました。清水建設としてはダックコートによるコンクリートへの二酸化炭素回収によってカーボンクレジットを獲得し普及を強めたい考えです。そのためにもまずはダックコートの二酸化炭素回収性能の定量評価を行い、どのくらい投入すればどのくらいの二酸化炭素を回収できるのかという部分の正確な評価を行う考えです。令和7年の大阪・関西万博のパビリオンで使用される予定であり、そこからカーボンクレジット制度を利用すれば一気に普及する展開も十分考えられます。コンクリートが森林のように二酸化炭素を回収し温室効果ガスの削減に寄与する、いわば大都市を森林とするという姿も案外早く見られるかもしれません。皆さんは清水建設と北海道大学が進めるダックコートによるコンクリートへの二酸化炭素回収についてどのように思いますか？ぜひ皆さんのコメントをお待ちしております。
またツイッターと LINE でも発信中です。リンクは動画の概要欄に貼っています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。